俳句です今日はピラティスの初心者向けのフローを行っていきますゆっくりとしたフローですが呼吸をしながら常に体を動かすことで代謝もアップしてあとはえっとインナーマッスルを鍛えることで姿勢も良くなる上にあの腰痛を防ぐことができますでは早速やってみましょうまず立ち上がって足を腰幅に開きます人差し指と中指がまっすぐ真正面を向いていることそしてさらに 人差し指、中指と足首と膝頭そして腰骨が同じラインにあることを確認してくださいでさらに骨盤がまっすぐ立っていることそしてその真上に肋骨が来て骨盤の腰骨とあと肋骨の出っ張ってるところのちょっと下が、えっと、同じ平面にあることを確認してください肩は優しく下げてあげて顎は引いて,てあと頭の頭頂部を天井に向かって伸ばします でここから息を呼吸は鼻から吸って口から吐きますがと鼻から息を吸うときに体の側面と背面後ろと横ですねが開くような感じがします。でその間軽くコアをあのアクティベーションするのでとお腹は平べったいままで息を吸って。 息を吸ってもお腹が膨らむこともないし、息を吐いてもお腹がすっごいへこんだりすることもなく、どっちかといえば息を吸うとおへそが恥骨からこう上に縦長に上がる感じ。息を吐くときは横長に広がる感じで、でもあの平ぺったいままっていうのをキープしてください。では早速行きます。息を吸いながら腕を上げて、 吐いてゆっくりと下ろします息を吸いながら腕を上に上げるときにこの肋骨が横や背中の方に広がるのを感じてくださいで吐いて降りるときは腕が降りるのと同じように肋骨がちょっと狭まって下に降りるのを感じます息を吸って吐いて息を吐くときは細く長くストローから息を吐くような感じで息を吐いてみましょう吸って 吐いて、あと二回ぐらいやります。吸って、肋骨が広がります。吐いて、肋骨が下がります。そしたら今度は息を吸って腕をまた天井に向かって上げたら軽くスクワットをします。で、えっと横横向きますね。で、ここから同じように足は腰幅程度に開いて、えっと股関節からお尻を 股関節から足を折るような感じで骨盤を軽く傾けてからゆっくりと下がりますで上がるで息を吐きながら降りて吸って上がるシーであのコアはすでにアクティベートされているのでキープしたままお腹は平たく平たくで骨盤もぶれることなく吐いてで吸って上がる。 で息を吐いて降りる時に、えっときに座骨がちょっとか横の方に開くような感じがして上がるときは座骨が閉じるような感じがします。あと2回やります。これウォームアップなので軽く軽くでそしたらマットの後ろの方に来てもらってでゆっくりとこれからロールダウンをして床の方に頭を下げていきます。で息を 吸いながら顎をちょっと傾けて頭頂部を床に向かって下ろしますでこの時に体重の移動はなくそのまんまかかとの方に体重はかけたまんまゆっくりゆっくりと丸く滑らかなカーブを描くようにして背中の背骨でゆっくりと置いていきますここで膝をを曲げてて床にに手をついてテーブルトップのポジションになります。 ままずはキャットカををしししてより背骨を柔らかくしましょう息を吐きながらおへそを見つめて背中を丸めますこの時微低骨が床の方に向く感じで,で息を吸いながら今度は肩甲骨を後ろの方に持っていく感じでちょっとブラのラインの方で肩甲骨を引き寄せてあげましょう。で今度息を吐きながら おへそをぐーっと背骨に入れてあげてそしたら自然と滑らかな柔らかいカーブができます。尾脂骨は床に向かって伸ばしてで息を吸いながら肩が耳から遠くに離れるような感じで,で肩甲骨を真ん中に引き寄せてあげたら鎖骨をちょっと軽く脇に引っ張って軽く胸骨を上げてみます。 今度は肩甲骨の脇の方に広がっているのをちょっと感じて背中の上の方もストレッチしてあげましょう腰,腰はもちろん尾脂骨が下に向かっておやすがグーッと上がっているのでストレッチしてると思いますで息を吸いながら優しく背骨を背骨に向かって肩甲骨を引き寄せてあげて 軽く胸骨を上げたらでも視線はマットの,あの端の方を見るような感じあともう一回ずつやりましょうおへそを見るような感じで首の後ろもリラックスさせてあげましょうで息を吸って首をすでに長く伸ばしたままこう頭頂部が遠くに行くような感じでお腹は下げすぎないこと そしてこのキャットとカウの中間のニュートラルのポジションを探してください。で指で L を作って人差し指が真正面親指が向き合うような感じで手は軽くひ指は軽く開いて手のひらでしっかりと体を押さえましょうそしたらここから右手を息を吸いながら右手を伸ばして上に、えっと、肩,の肩のロベルまで上げます。で吐いて 下ろして戻すでこの間体の軸がぶれないようにしっかりとコアに力を入れた,入れた状態で今度は左側いきます。息を吸ってで吐いて下ろして戻す。息を吸って肩からはあ耳から肩を離したまま吐いてでしっかりと体を支えて 吸って。吐いて。もう一回ずつやります。脇の方に支えている側の脇の方に力を入れて、体がぶれないようにしましょう。吸って。伸ばして。上げて。吐いて。戻す。そしたら今度同じような動作を足でやります。右足を息を吸って、伸ばして、お尻の高さまで上げて。吐いて。 戻すで左足でこの時に腰骨が上がったりしないようにちゃんと両方の腰骨が真,し、えっと、真下を向いているような感じで吐いて下ろす息を吸って伸ばしてお尻の力を使ってお尻の高さまで上げますで吐いて戻す息を吸ってでこう体重の移動がないようにしっかりと体の中心を感じながら吐いて 下ろすもう一回ずつやります吸って長く伸ばすような感じで高く上げるよりも長く伸ばすような感じで足を遠くに伸ばしますで、吐いてしそしたら今度はえっと右手と左足同時に行きます息を吸って右手左足伸ばして吸って吸い続けて上げて 吐いてて下ろして戻し戻ます反対側も同様に吸って吐いて吸って吐いて鼻から吸って口から吐く手は腕は肩の高さ。 足はお尻の高さまで上げて、吐いて戻す。吸ってな、腕も足も長く伸ばす感じで高く上げるというよりも、吐いて下ろす。もう一回ずつやります。長く伸ばして、コアにしっかりと力を入れて、体がぶれないようにしましょう。で、吸って吐いております。そしたら軽くチャイルズポーズにして。 背中,の背,中背中と腰と体の横側を伸ばしてあげましょうおへそは背骨に向かってグーッと押してあげると腰がよりストレッチされますで両腕をちょっと指を歩かせて体の側面をよりストレッチしてあげましょうそしたら今度は足を前に出して ゆっくりとロールダウンしますできる人は足を伸ばして初めてやる人は両手をえっと太ももの後裏の方に置いてあげてゆっくりと後ろに倒れていきます。でこの時にえっとまず骨盤下の方からゆっくりと床の方につけていくような感じになりますので骨盤を息を吐きながら骨盤を軽く倒します。そその時おへそは背骨に向かって いきますかでもさらに長く伸ばすような感じでここの間はいつも同じ感覚を保ったまんまでゆっくりと。で肩が上がってこないように気をつけながらこの腕の感じは変わらず息を吐きながら途中で吸ってもいいです吸っておへそを引っ張ってあげて吐きながらゆっくりとゆっくりと。 降りて背骨一本ずつ一本ずつ床につけてあげるような感じになりますそしたら床に完全についたら肋骨を息を吐いてシューッ閉じてあげますそうするとあの肋骨と骨盤が同じ平面に来るようになって腰がニュートラルな位置に来るはずですちょっと軽くアリンコが通れるぐらいのスペースが空いてるかなっていう 感じですね、そしたら両方の手を軽く今日はじゃあ天井に向けておきましょう手のひらは。でここから指先をかすごく長く伸ばしてで、えっと、軽く足を上げていきますでその時にお腹のコアの力を使って股関節の力というよりかはおへそから引き上げるような感じで片足ずつ上げていきます。息を吸ってて上げて 吐いて下ろす息を吸って上げて吐いて下ろすでこの時に骨盤はグラつかないし肋骨もそのままだし腰もニュートラルな位置をキープします息を吸って上げたら支えている方の足もグラつかないように内ももに力を入れて吸って吐いて下ろす お腹がへこんだりとか膨らんだりしないように平たく平たく保ったまんま平たく保つと腰もニュートラルな状態をキープされます吸って吐いてあともう一回ずつやりましょう吸って吐いて最後吸って で両方の骨盤がぶれてないか確かめながら吐いて下ろしますそしたら今度はこの状態から両手を後,後頭部に持ってきてで今度はえ、えっと、膝膝じゃないや肘は軽くあの天井を向く感じでもこういうのじゃなくて地面床についてるわけでもなくて軽く上がった状態で頭と手が均衡に押し合ってるような あのテンションを保って息を吸いながら顎を軽く引いて頭と肩を持ち上げます。肩甲骨の裾の部分はついたまんまで吐いて折ります。吸って肋骨を閉じるような感じで。で吐いて下ろす。頭と手が対抗し合ってる感じ。で吐いて。 降りるでこの肘の角度は変えずにこう無理やりやらないようにで吐いて降りる息を吸ってで吐いて降りますそしたら今度は足をまずテーブルトップの状態に戻します息を吸って上げて骨盤がぶれてないのを確かめたらもう一回息を吸いながら反対側の足を上げます。 腰幅程度にできる人は開いていてもし難しかったら両足くっつけても構いませんそしたらここからさらに腰が浮かないように、えっと、ちゃんと調節して腰が沈んだりもしないようになるべく90度ぐらいの位置を保ってそしたら今度は息を吸って頭を上げますで吐いてちゃんと骨盤と肋骨と 腰がニュートラルな位置に来ているのを確かめたら、今度は息を吸ってこの状態を保ちます。で、もしこれがきつい人は頭を下ろしてても大丈夫なんですけど、できる人は軽くオレンジを挟むような感じで顎を軽く胸に向かって下ろしていてくださいで、ここの後ろの首の後ろの部分が長い感じで、そしてここからゆっくりと息を吸いながら右足を伸ばします。もしこれで腰が反りそうな人は あの軽く上に上げて大丈夫ですできる人は長く遠くに伸ばしてで吐いて戻る上半身は変わりません息を吸って伸ばして吐いて戻る吸って吐いて骨盤がずれないようにどっちかが上がったりとかしないようにしっかりとコアに力を入れて下腹部を平たく ぺったんこな状態に保って吸って伸ばして吐いて曲げる曲げすぎないように気をつけましょう吸って吐いて頭が下がってきそうになったらオレンジを必ず見つけてください顎の下で吸って吐いて吸って 吐いてそしたら今度は吸って右足を伸ばしたらそのまま左側に体をツイストします右の脇の下が左の膝に向かうような感じで吐いて戻ります吸ってツイスト吐いて戻るゆっくりやると難しいんですけれども急いでやるとあの体幹がぶれてしまいますのでそれを避けるためにわざとゆっくりやることで 筋肉の持久力も鍛えられて姿勢も良くなりますしお腹もペッチャンコな状態になります吸ってツイスト左の脇の下が右の膝に向かうような感じで、吐いて真ん中に戻るちゃんとセンターを確認してから今度は反対側にツイスト吸って左の肋骨が天井に向かって上がるような感じ吐いてシュ もう一回ずつ行きましょう吸って頭が下がらないように首を長く保ったまま肩が上がらないように気をつけてください吸って吐いて戻ったらゆっくりと頭を下げて膝を胸の方に持ってきて軽く腰をストレッチしてあげますそしたら足をまっすぐ伸ばすか曲げた状態でもいいので息を 吸って天井に両手を上げます。そしたらこのままロールアップします。あの初めての人は膝曲げてて構いません。で息を吸って顎を引いて頭と首を同じように上げたら、初めての人はここを持ってそのまま起き上がります。できる人はそのままロールアップしてください。そしたら今度はえっと膝を曲げたまま足はくっつけて両足はくっつけて。 で軽くかかとを上げますそうすると体重がちょこっとだけ座骨の後ろの方に移動します。でおへ,そは引っ込めおへそは引っ込めたまんまで背中で軽いカーブを腰で軽いカーブを作ってあげてください。こういう感じじゃなくて腰をストレッチした状態。で両手を足に置いてそのまんま軽くつま先を床から離したら肩は下げた状態でこの 角度を肘の角度を変えずにそのまま息を吸いながら後ろに倒れてローリングライクアボールですね吐いて戻る吸って吐いて戻るでこの吸って降りる時に肩甲骨ぐらいまで降りますが頭とか首はつけないように吸って吐いて戻る最初のうちは反動を使っても 大丈夫なんですけれども、できればおへそコアを意識して、おへそをぐーっと入れてあげて、息を吸う息を吸いながら伸ばしてあげて、吐きながら横に引っ張って起き上がる。あと二回ぐらいやってみましょう。吸って、吐いて、吸って、吐いて、こんな感じ。そしたら今度は足を前に開前に伸ばして軽く 肩幅程度にに開いてててああげげまますそししし両手を前に伸ばしてあげましょうでここから今度は前の方に倒れていきますが目の前にビーチボールがあるような感じでイメージしてそのビーチボールに覆いかぶさるような感じで股関節から折るのではなくて背骨を長く伸ばしてから前にしなやかに曲げるような感じをイメージしてみましょう肩は下げて座骨の上にちょこんと座るような感じで。 そしたら顎を引いて息を吸いながら頭頂部がまっすぐ前に行くような感じで、腕を伸ばしながら伸ばしながら伸ばしながら。でもここがこうと落ちたりしないように。背骨は長く伸ばして遠くに持っていきます。で、息を吸って肩甲骨を戻したら吐いてまっすぐ戻ります。あと2回ぐらいやってみましょう。息を吸って頭頂部。ーっと ちょっと前の方に押してあげて、息を吐きながらさらにさらに伸ばしていきます。伸ばして伸ばして伸ばして、ハムストリングもストレッチされるような感じ。で、おへそグッと引っ込めてあげて。で、息を吸いながら肩を戻したら、そのまままっすぐ。もう一回行きます。まず息を吸っておへそを天井に向かって伸ばしたら、顎を引いて頭頂部を前の方に持って行って。 で息を吐きながらおへそをさらに横に広げて広げて腰をストレッチしてあげるためにおへそをグーッと奥の方に込めてあげますおへそと指先が反対方向に引っ張られるような感じそしたら今度息を吸ってそのまままっすぐ起き上がりますあと太ももの隣に手を置いてストレッチしてあげましょう もう一回深呼吸してこの時に今左手が上がってますが左のお尻が上がってこないように気をつけましょう吸って吐いてもっと反対側も伸ば長く伸ばして吸って吐いて深呼吸して体の横側を伸ばしてあげましょう。 右お尻が上がってこないように注意しながら吸って吐いて起き上がります。そしたら今度はそのままえっと両手を横に持っていってピラティスで言うそうというエクササイズを行います。しっかりと同じようにえっと背骨を長く伸ばして肋骨と骨盤の間に間を長く伸ばしてあげて隙間をいっぱい作ってあげることによって体がひねりやすく。 なりますでまず息を吸ってひねってそのまま右足に向かって左手を鼻から息を吸って押してあげて息を吐きながら戻りますこの時後ろに来る手はえっと後ろを向くような感じで吐いて戻る吸ってツイストして吐いて戻る。 吸ってツイストしてでこの時体の軸はそのままキープしたままこうスライドをしないでそのまんまこのまっすぐな状態から斜めに斜めに吐いてツイストしてここを隙間を作ってあげることでより可動域が増えますあともう一回ずつやりましょうひねったら 吐いて戻ひねって後ろの手をちょっと回転させてあげて吐いて戻るそしたらそのま,ま、えっま、と、今度はうつ伏せのポーズになりますのでお腹を床につけて両手をまっすぐ前に伸ばして額が床の方に軽くつくかつかないかの程度ぐらいでします。 腰骨と腰骨がしっかりと床の方についていて足は軽く広げてもいいですし軽く広げていいですで、えっと、小指をしっかりと床につけて腕を長く伸ばしたら肩からちゃんとしっかり耳を離してで小指をぐっと床の方に押してあげながら息を吸って頭をと肩を上げます。吐、はいてりる その時に脇の下に力軽く力が入って指を下に押しながら引き寄せる感じで吐いて下りる小指をしっかりとつけて恥骨と腰骨が離れないように気をつけてで、吐いて下りるちっちゃいスワンのポーズです吐いて降りるもう一回だけやりましょう頭の頭頂部は 天井に向かうんじゃなくて、ちょっと斜め方向に行く感じで吐いて戻ります。そしたら今度腕を曲げて。指先がほっぺたぐらいにくるような感じで、えっと同じように。額はそのままで、今度はちっちゃいコブラのようなあの構図を取ります。肘はつけたまま軽く。えっと息を吸いながら肩を。 肩甲骨を後ろの方に持ってって、ブラのラインで引き寄せたら、視線はマットの前の方を見るような感じ。しっかりと腰骨と恥骨はつけたままにしておいてください。で吸って吐いて折ります。息を吸って頭頂部をぐーっと前の方に向かって上げたら吐きながら最後まで上げられるところまで上げて。でも腰は全然使ってません。吸って吐きながら。 降りる。足を長く伸ばして、軽くハムストリングとお尻にも力を入れてあげると腰が安定すると思います。で、吸って吐いて下りる。もう一回行きます。肘は軽く押してあげて、肘を押しながら両方の肘が引き寄せ合うような感じにすると、肩甲骨がより感じられると思います。で吐いて。降りる？ 一,一旦チャイルズポーズで休憩をして息を思いっきり深呼吸してください深呼吸しながらおへそをぐっと背骨に押し込んで腰もリラックスさせましょうそしてゆっくりおへそを引き上げながら立ち上がってもう一度ロールダウンします足は曲げててもいいですし伸ばしてもいいですけど 今回は伸ばしてやってみましょう。私は、まあ、両手を前の方に持ってきて、肩を軽く下げたら、息を吐きながら骨盤をまず軽く傾けます。で、おへそと背骨は一緒についていく感じで、ゆっくりと、ゆっくりと。で、指先は逆の方向に前の方に行こうとして、で,でも肩は下げた状態で。途中で息吸ってもいいですし、吐き続けてもいいですし。 途中で息吸ったらお腹が上がってこないように気をつけお腹を膨らませないように気をつけながら吐いて吐いて吐いてでゆっくりとそしたら今度は足を右の方右足首を左の膝の上に乗せて左足を上げたらゆっくりとお尻をストレッチしてあげましょう。 この時もしよりストレッチを感じたい人は右手で右の腿を押してあげてくださいこの時もうすごい腰がぶれたりしないように相変わらず骨盤はフラットな状態で同じ両方の腰骨が同じ高さにあるのを確認しながらやりますで反対も 交換して、で右手で右足を支えたら、軽く左手で左の太ももを押してあげましょう。胸から遠く離すような感じで、そうするとよりこのお尻の下の筋肉の方がストレッチされるのが感じられると思います。 そしたら両手を両足をつけてまた足をまっすぐ伸ばしてもう一回最後ロールアップをします両手は転手に戻ってあげたらこのまま肩は耳から離して顎を引いて頭と肩を上げて両手は前の方に行きますがおへそを いや背骨はまだ1個ずつ1個ずつ離すような感じで前の方はアイスクリームをスクープするような感じで滴骨からおへそ胸骨の下肋骨の下の方までをスクープスクープするような形で上がってきたらそのまま肩を後ろに持ってってまっすぐ,ぐな姿勢になります。そしてここから軽く足を クロスして立ち上がりますこのスタンドアップの姿勢で始まったのでスタンドアップの姿勢で終わりたいと思います息を吸って両手を上に上げたら肋骨が開くのを感じてそしたら今度は右手をあの床の方に向かって下ろして左手は天井に向かって長く伸ばしながらサイドベンドしますこの時お尻が横に突き出さないようにしっかりと左足は床の方を踏みつけるような感じ もう一回深呼吸して右の指先がお更に床の方に伸ばして伸ばして伸ばしてでもここはこの折ってるのではなくてここも滑らかなカーブでここも滑らかなカーブでで吸って吐いて戻ったら今度反対側左手をゆっくりとの下の方に伸ばしてで右足はしっかりと床につけたまま。 お尻が突き出したりとか、ここを折りすぎたりしないように、滑らかに、滑らかに。ーーで、息を吸って、両手を上げたら、吐いて、下ろします。こういう感じで、えっと、背骨を支える、コアの筋肉を意識しながら。 動きながらもその姿勢を保つという運動が主だったのですがどうだったでしょうかこんな感じであのピラティスで、えっと、その腰痛を防いだりこのお腹を引き締める運動っていうのをこれからもアップしていく予定ですのでチャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それれではお疲れ